毎日ポジティブ。はい、ポジティブキー17年、スーパーポジティブティーチャー福地でございます。このチャンネルはですね、私が毎日ポジティブなことを発信することによって、見ていただいている視聴者の方に少しでも前向きにポジティブになっていればいただければ嬉しいというポジティブチャンネルでございます。今日はですね、プロの言葉ではなくて、昨日あったですね、お話をしたいと思います。昨日ですね、ポジティブ居酒屋貸し切りの予約をいただいておりまして、でどういう方々の貸し切りだったかというと、大学生の新歓コンパみたいな形の貸し切りだったんですよ。で、幹事の方が一度だけこのお店に来てくださったことがあって、まあ、その方がですね、予約をしてくれての10名様の貸し切りだったんですけども、まあね、すごくいろんな個性あふれるね、方々が来られていて、その中でも一番個性を、ね、放ってた方が、こう髪型がですね、金髪と黒、金髪と黒のマーブルの坊主頭の方で、鼻ピー、ここにもピアスみたいな、まあ、そういう方がいらっしゃったんですよ。最初一瞬見た時はね、あれちょっと怖い人来たのかなみたいな、一瞬ちょっと思ったんですけども、まあ、実際にうちのお店でこういつものこううちのお店でやる乾杯だとか、僕の説明だとか、いろいろアクションとかいろいろですね、そういうのをやっている中で、めちゃくちゃいいやつなんですよ。話してみたらものすごく丁寧で、ちゃんと上下関係もしっかりできる人に対して、すごく心優しい人間だったんですね。で、見た目でね、ちょっと損してるなとも思ったんですけど、見た目でね判断する人も、見た目でダメっていう人もいるじゃないですか。もうその人の話す権利さえ与えない、話すチャンスさえ与えないで、もうこの見た目の人はもう無理。でも実際に話してみたら、全然自分が思ってるような人ではなかったりとか、むしろ自分が好きな内面の人だったりとかっていうのは、話してみないとわからないと思うんですね。僕はそれを昨日すごく考えさせられまして、実際にその方はすごくこの店を気に入ってくださって、今度一人で行ってもいいっすかとかってね、言ってくださって、すごく嬉しかったんですけど、もちろんね、見た目は大事なんですよ。もう見た目でやっぱり悪い、その見た目が悪いと、もうそれだけで、ああもう無理っていう人が実際にいるのも、これ事実なんです。だけど見た目だけで判断してしまうと、僕は危ないような気がするんですよ。実際に話してみたいとか、実際にちゃんとコミュニケーションを取ってみて、ああちょっと違うなと思えばいいんですけど、やっぱり見た目だけでこうシャットアウトしてしまうっていう考え方は、すごく僕は危険な考え方なのかなっていうのをですね、昨日のその頭がマーブルの、ね、方に教えてもらって、すごく勉強になりました。まあ、このお店に、ね、来てくださる方に、僕悪い人はね、僕の中でいないと思ってるんで、こうやってね、この店に行動して来てくださったことにね、すごく感謝の気持ちと、あと見た目でね、やっぱ判断やっぱりしてはいけないっていうのを昨日ですね、すごくこう勉強させてもらえた、そんな素敵な大学生の方々の貸し切りのお話を今日はさせていただきました。ということで、以上、毎日ポジティブ、ご視聴ありがとうございました。